株式会社森沢は、大阪市に本社を置き、d t p o フォントや、組版ソフトウェア、オンデマンド印刷機などを開発、販売している企業。初の日本語、ポストスクリプトフォントを開発した会社であり、日本国内のフォント市場でトップシェアを誇る、作用手。主導社機のメーカーとして創業し、電産車職機も手掛けた。創業者は、森沢忍。 石井も吉と共に写真食事機研究所を設立、エンジニアとして初期の写試験機の開発を支えた。後に森沢和同社を退社1948年独自に写真食事機制作株式会社として創業したのが現在の森沢である。本社は大阪市なにわく最高経営責任者県代表取締役会長は森沢義明。 最高執行責任者権代表取締役社長は森沢明彦。手導車食期の時代には書体の写試験、機械の森沢と呼ばれ、市場において第2位の位置を占め、時代が電算社食に移ってもその地位を保った。写試験よりも独自開発の書体の種類は少なかった。電算社食では完全に独自仕様に基づいたシステムを開発した写し券に対し、 森沢は、ライノタイプと提携してその技術をベースとしたシステムを開発し、これが、後の初体オープン化の布石となった。1984年からは、3年に1回、国際タイプフェイスコンテスト森沢賞を開催するなど、日本の初体設計を経営する存在である。一時期森沢によるコンテストは休止していたが、2012年には、 タイプデザインコンペティション2012が実施された。これらのコンテストで入賞した書体の一部は、後に森沢からリリースされている。マッキントッシュによる DTP の波がやってきた時、写試験は方針により、書体をオープンにせずに独自路線を歩んだが、ここで森沢はアドビと提携し、マッキントッシュ用フォントとして自社の書体を販売する道を選んだ。 当初これは社内外から回帰的な声も多く、また本とのスタンダードの地位をめぐっては様々な戦いがあったが、1990年代を通じて、同社の所体は DTP におけるデファクトスタンダードとして盤石の基盤を築くとともに、主導者職時代には燃焼ベースで業界トップであった写し券を抜き去り、業界主位となっている。2002年から、 オパンタイプフォントをリリースし、いわゆる次世代 DTP への布石を打っている。これにより、Windows 環境でも、同社の人気ある書体が使用できるようになった。Windows 上で同社の書体を使いたいという需要も多く、View フォントという Windows 用 ATM フォントも販売していた。これは、 プリンタのシドフォントを指定する専用のスクリーンフォントであったが、意図的に輪郭線のサンプリング品質を落としたため、非 PS プリンタで出力すると荒い密度の臨時物しか得られなかった。また、マッキントッシュの PS フォントとの文字セットの違いや、オーブン数字のグリフの違いなど互換性が高いとは言えなかった。現在はそういった欠点などすべてが、 オパンタイプフォントで包括できることから、同社では、ビューフォントの販売は終了、オパンタイプに移行している。電子書籍市場の拡大、スマートデバイスの普及に鑑み、電子書籍へのオーサリングツールや印刷用データの、電子配信、多言語フォントを用いた、多言語配信といった分野にも参入している。日本語、ポストスクリプトフォントは、当初 CF 形式のものが販売されていた。 これは1バイトのオーブンポストスクリプトフォントを多数積み重ねた構造をしていたため処理が重いなどの問題があり、後に構造を簡素化するなどの対処でこれを改善した指導形式のフォントが販売された。しかし、同社の指導フォントは OCF フォントとポストスクリプト名が同一だった。そのため新旧のフォントを混在させると様々な問題が生じた。同社としては、 ユーザーがインストールしている OSF フォントをすべて、シドフォントに置き換えれば問題ないとして、有料アップグレードを推奨していたが、買い替えは進まなかった。そういった問題点を解消するため、森沢は使用一部改定した NEW、ニューシドフォントをリリースした。これは、フォント名の先頭に A シドと付けることで、OSF フォントと区別し共存できるようにしたほか、 アウトライン抽出も可能とするなど改善が加えられている。そのため、同社のポストスクリプトフォントには、o し F、指導、入指導の3種類が存在する。また、それぞれの商品を販売する段階で、アウトラインデータのバグ補修、同一文字コードにおける字型の変形を行っており、互換性が完全同一とは言い難い側面もある。2010年4月にタイプバンクを誤解者化。 2011年10月には、リョビーマジックスよりフォント事業上等を受ける。2013年9月30日に、リムコーポレーションを子会社化。2019年3月に、自由工房を子会社化するなど、同業企業の M&A にも積極的になっている。2021年1月18日、写し券とオパンタイプフォントの共同開発で合意に至った。 石井も吉と森沢忍が、法文写真食事記の特許を共同で申請して100周年に、当たる2024年から順次、リリース予定である。上記以外にも、多種多様なパッケージフォントがラインアップされていたが、いずれも終売、サポート終了済みである。ウェイト明けは、再、不都市とする。また、日活書体や岩田書体、元谷書体などは含まない。 2018年12月、東京2020、オリンピックパラリンピック競技大会のオフィシャルスポンサー、契約締結を発表、2019年2月に発表された東京2020公式フォントの開発を手掛けた。また2015年から続く、日本障害者スポーツ協会や、日本シャイスバスケットボール連盟への協賛など、障害者スポーツの支援に力を入れている。 車椅子陸上競技の佐藤智祈は森沢とプロ契約している。ありがとうございます。